西村さん家のお弁当、ゆで卵がたくさん入ってるね。ゆで卵じゃなくて、味玉だよ。味玉？ラーメンか。うちのお弁当、いつも味玉が入ってるんだけど、変かな、うん、変っていうか、意外と珍しいよね、うん、お弁当に味玉って、うん、ラーメンか、うん、おう、やっぱり珍しいんだ。美味しそうだな、味玉。僕のおかずと交換しない？え？する？じゃあ僕のウインナーと。俺はポテトと。だったら私は。すごい、私今友達とお弁当のおかずの話で盛り上がってる。友達とおかずを交換するなんて初めて。味が染みてて美味しい。ラーメンの味がするな。大人気だね、あかねちゃんの味玉。たくさんあるからみんなと交換できちゃうね。うん、お父さんがたくさん入れてくれたから。あれ、あかね、用事取ってくれないか。どうしていつもお弁当に味玉入れてるの？それもたくさん。ちょっとしたおまじないかな。おまじない、もしかしてお父さん、私が会話のきっかけを作りやすいように。どうしたの西村さん。え、なんでもないよ。本当？顔が赤いけど。高田くん、それは高田くんのせいじゃ。あ、みんなちょっといいかな。お、あかねは小さい頃から内気で、友達を作るのが苦手そうだと思った。おまじない、あかねにいいお友達がきっとできますように。お父さんが作ってくれた味玉、友達にも大人気だったよ。あかね。